車でですねどこか出かける際に私は結構 YouTube などの動画サイトを見ることがあります。えー、以前はですねこちらの方にあるように助手席にですねタブレットを置いてそしてですね、えー、ここで、えー、このようにですね えー、YouTube の方を動かすことっていうのがよくありました、えー、このようにですね、えー、助手席に置いていてましたのののでで聞くのはもちろん音のみです、えー、動画の方はね見ていなくても音のみで楽しめる番組って結構あるのでねそういうふうにしていました 昨年の4月にですね今この乗っている車に乗り換えましたで最近の車はね、えー、とこのように、えー、とディスプレイオーディオというものががいいいているのの多くありますデディィスプレイオーディオーとうのはご存知の方多いと思うんですが、えー、とここスマートフォンが入ってましてつないでですねスマートフォンでえ再生できるもの等をこの画面にですね 映すことができるとナビなんかもそうですねスマートフォンのナビをこのディスプレイオーディオの画面に映すことができるという風になっていますえっ、ー、と車のシステムの方を始動してディスプレイオーディオの方が動きましたで下にですねスマートフォンが置いてあります、えー、このスマートフォンの方今画面がね、えー Google マップの画面になっていますが、これは別に何の画面でもね、スマートフォンの方がいいわけですよね。で、えーと、ディスプレイオーディオの方なんですが、こちらの方、フェルマータオートというソフトウェアが今動いています。こちらですね、これフェルマータオートなんです。で、こちらが、えっ、ー、とね、Yahoo マップなんですね。こちら Yahoo マップが動いています。この印がね、 えっとフェルマータオートの、えー、シルアイコンになっていますが、えっ、ー、と実はねこのフェルマータオートという、えー、ソフトウェアなんですけれども、Android オート上で動くことができるんですね。ですから通常 Android オート上でですね、えー、スマホの中のアプリを使って。 動画を再生するということができないんですがこのフェルマータオートはできるんですねただ気をつけてほしいのがこのフェルマータオートっていうのはあのプレイストアの方にもあるんですねでプレイストアの方にあるフェルマータオートは動画の再生はアンドロイドオート上での動画の再生はできませんそこは気をつけてくださいえっ、ー、とこのフェルマータオートはねえっ、ー、と ウェブ上でですね配布しているいわゆる野良アプリの一つになっていますで今これからね、えー、と再生させてみるとこれを一回こう押すんですねとここにね YouTube と同じマークがあるんでこれをクリックしますタップこれ私のチャンネルの方が今 出ていますそしてですねタップするとこのようにですね、えー、動画が再生することができますこれ今車が停止してますが Android オート上なので車が動いていても引き続き動画はきちんと再生されますでこの時ですね気をつけてほしいのがですね えー、中に入っている SIM によって途中で動画が途切れてしまうっていうのがあるんですね今この下のスマートフォンなんですがこれ、えー、格安 SIM を入れています、えー、今まで4つ試しました4つ試した中の2つは途中で途切れてしまって、えー、何度も接続し直しっていうことをするっていうね 非常に面倒な事態に陥りましたけど、二つはね切れないんですね。そういうふうにね途中で接続が切れるものと切れないものがあります。今回その紹介をしたいと思います。ここにあるのがですね、えっ、ー、と今まで使ってきた格安 SIM なんですね。えっ、ー、とこちらの方が i i j m i o こちらの方が Linksmate。 こちらがビッグローブモバイルでこちらが日本通信というふうに4社のものもを使ってきました。この中でねインターネット動画再生しているとインターネットの接続が途中で切れてしまうのが i i j m e o とそれからねこれなんです日本通信なんですね。 ええと、こちらの2つは途中でインターネットの接続が切れてしまうんです。これ、電波が弱いとかっていうんじゃなくて、えっ、ー、とアンテナはこう3つきちんと立ってるんですが、インターネットが接続されてしまう。4g とか 5g とかって書いてある表示が消えてしまうんですね。えー、で、インターネットが切断されました。という調べるとメッセージが出るんですけど。 これとこれはそういう状況が出ましたで出なかったのがこのリンクスメイトとそれからこちらのビッグローブモバイルなんですねえー、リンクスメイトというのは知ってる方少ないかと思うんですけれどもえー、ゲームに実はこれ特化した格安シムなんですねで、えー、と回線はね ドコモ回線のみですえー、でこちらのおそらくねゲームに特化したということなので非常にですねそのインターネットの回線が途中で切れてしまうとおそらくここのユーザーっていうのはねみんな離れてしまうので切れないようにというふうにしたのかなとで正確のところは分かりませんがそういうふうな感じがあります。 えー、走ってて途中で切れたことはないですねこちらのリンクスメイトそれからこちらの方ビッグローブモバイルなんですこれもタイプ D って書いてあるのでドコモのですでこちらの方はえー、実はねこちら何あるかというとエンタメフリーオプションっていうのは実はこれはついてるんですねでエンンタメフリーオプションっていうのは えと動画等を再生してもですねカウントされないカウントフリーになるっていうものなんです。でねやはりその動画等を再生しても、えー、カウントされないということなのでそ,そういう特徴があるので多分ね、えー、インターネットの接続が途中で切れて動画が再生できなくなるというようなことがないようにしてるんだというふうに思います。 えー、その他のものはね試してないから、えー、どうなのかよく分かりませんけれどもこの2つは、えー、結構遠くまでですねこれで車で行ったりしててその途中 YouTube 見たりしていても切れたことがないないんですねだからこの2つは、まあ、おすすめができるかなというふうに思います。 こちらのリンクスメイトの方なんですけれどもこちらも途中でねインターネットが切れることがないいい SIM なんですけれどもちょっと料金高いんですよねえっ、ー、と私がねえっ、ー、とこれ契約した音声 SIM の方は3ギガバイトでね1000円ちょっとでしたね1000円いくらだったかなだかちょっと高めなんですよね他のだと、えー、3ギガバイトの音声 SIM でも1000円以下です こちらはタブレットに入れて使っていたビッグロブモバイルなんですね、えー、とこちらの SIM はタイプ D と書いてあるので、えー、とドコモの回線の SIM になってますなお b i g ロ o b e は au のものを選べるんですね私はドコモ回線のものを使っていますでこちらのねビッグロ o モバイルの方の SIM も途切れません、えー、タブレットに入れて えー、動画の音をずっと聞いてましたが途中で途切れたことっていうのはやはりねないんですね。これはねビッグロブモバイルの方の、えー、とアプリなんですけど、えー、とこれ見てわかるようにね 5.89GB 今月のデータ残量って書いてあるんですね。で契約の方は3ギガで持ち越しが3ギガできるので、えー、とも持ち越しの分を含めても、えー 今月使った量っていうのはわずかなんですね、えー。これなぜかっていうとこれ結構ね動画見るのに使ってるんですが、えー、エンタメフリーオプションというビッグローブの場合オプションがありましてこのオプションに入ると動画特に YouTube なんかも入ってるんですが、えー、いくら見てもですねカウントされないんですねカウントフリーに、えー、なっていますので。 非常にですね動画を見たぐらいではさしてですねデータの方が減らないというものなんですねでこちらの方はですね、えー、と音声通話 SIM ですねそれからショートメッセージ SMS の方が付いていてエンタメフリーオプションも付けてあってですね月額1631円という価格なんで えーと動画の方がですねカウントフリーっていうことを考えるとそんなに高くないですよね。えー、ここのの価格でででもって使用すすることができるととがきいうものなんです特にね長時間動画,、えー、動画 YouTube と見るというのであればこのビッグローブの方のですねエンタメフリーオプション付きの方がいいのではないかなというふうに 思っています。